インスクリプション、続きからしか選択できないこのゲームを開始すると、突然謎の人物とのカードゲームが始まる。カードには攻撃力、体力、そして生贄の数が記載。カードを出すには相応の生贄が必要となる。盤面にはレーンが4つ。ここにカードを配置していく。相手のレーンにカードがある場合はカードに対して攻撃を行い、カードがない場合はプレイヤーに直接ダメージを与えることができる。プレイヤーへダメージを与えると天秤が傾き、相手側に倒しきれば勝利。攻撃するカード以外にも補助効果を持つカードなど様々。詳しくはルールブックに記載されている。敗北するとまたやり直し、ゲームは勝利するまで続けられる。席を立つ。自由に部屋を歩き回ることができるようだ。あなたと謎の人物が2人きり。他にはダイヤル錠のついた金庫、動物の像、頭蓋骨など怪しげなものはあれど外に出ることはできない。金庫の中にはカード。ん？これは鍵。部屋に散りばめられた謎の数々。確かなことは何一つわからないまま続くカードゲーム。Hey there, card gamers. I'm the lucky card. そしてゲームの果てに明かされる真実とは。インスクリプションは12月1日配信。